おはようございまーす。パチンコ動画投稿者の二大巨頭、横綱です。なあ、誰か言ってたやついたよな。なんかパチンコ動画の二大巨頭とか言って、なんか自分で言っちゃってる頭のいかれた痛いやついたな。名前忘れちゃったけど。あ、誰だったかな、あれ。ほんと痛いよな、自分で言っちゃうやつ。ま、俺はね、そういうの言ってもね、許されるキャラだけど、あいつはダメだね。名前忘れちゃったけど。なんか、どんな名前だったかな。ま、いっか。よし、今日はね、狙いはね、あ、その前に、投資金から行こうか、今日。俺が使える。あ、その前に、さらにその前に、ちょっと皆さんにお願いがあります。私何度も言っているんですけど、生活保護受給者です。で、生活保護受給者は、パチンコを打ってはいけないようなんですよ。で、皆さんにそれを通報されると、私横綱はその活動が続けられなくなります。なので絶対に通報しないでください。役所にもうこの活動が続けられなくなるんです。だから絶対に通報しないでください。生活保護の受給者がパチンコやってます毎日とか絶対通報しないでください。お願いします。はい、ということで、本日の投資金いくよね。五千札2枚とこれで1万円ね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14万円。14万円あればね、いい勝負できると思うよ。もう今日はね、まあ、これをね、全部つぎ込むぐらいのね、やっぱみんな見たいでしょ、そういうのが。もう、この生きるか死ぬかの瀬戸際みたいなさ、大勝負見たいでしょ。この14万円、つぎ込んで、大勝負します。機種は、まあ、ちょっとね、確実に狙い通り取れるかわからんけど、まあ、一応、メインの狙いは、マジェスティックプリンスと、仮面ライダーフルスロットル。まあ、この辺をね、狙っていこうかなと、思ってます。あ、レート?あ、レートはね、0.2 円。うん。0.2 円でね、やろうと思ってる。まあ、やっぱり生活保護受給者だからね。まあ、14万円だと、どうだろうな。まあ、ノーヒットだとね、ちょっと、まあ全部持ってかれることもね、なくはないけど、まあさすがに出してくれると思うんでね、結構いい店なんでね。まあそんな感じでね、今日も、オンマくんとね、一緒にコラボ実践していくんで、今日はオンマくんもね、孤独じゃないガチ実践ができるようなんでね。ということで、この後、オンマくんのトークに切り替わります。あ、どうもオンマと申します。まあ、今回はハチミツ氏と一緒にまた、コラボ実践をすることになりました。で、まあ、前回行った時は、ね、まあ、ちょっといい結果を残すことができなかったので、ちょっと今回は、まあ、いい結果を残せるように、まあ、あと座れる台にちょっと、座りたい台に座れるかちょっと不安なんですけど、まあ、なんかいい絵を撮れるようにちょっと頑張っていきたいと思ってます。はい、ということで一緒に実践をしてくるんでね、だいたいまあ、ホールでこのモンスターとかレッドブルを飲んでる、まあ打ちながら飲んでる人がいたら、まあ、大概それ俺だから声かけてくれていいよ。うん、で俺に声かけてくれるときはまあ、必ず差し入れとしてね、そんなまあ視聴者にね差し入れ持ってこいなんて言わないけど、まあ差し入れとして必ずね、何か一枚ね、紙切れを持ってきてもらうと。で、あ、別にドリンクとか俺そういうのいいんで、物とか食い物とかそういうのいらないんで、もう現金でね、やっぱりその方が話分かりやすいからね。はい。ということでね、本日実は、島田氏も、パチンコ動画投稿した島田氏も、別店舗で実践してますので、ね、彼は、20スロ、俺は 0.28 とね、まあ、そんな大差はないけどな。うん、まあちょっと差があるぐらいだけど、まあ、彼はね、本当にギリギリの勝負してるんで、彼のね、実践動画も上げていくんで、みんな、楽しみにしててね。よし、じゃあ今日は、出すぞー!スロパチステーション!面白ライター動画、パチンコスロット2ちゃんまとめ、解析、攻略情報、全部アプリ一つで楽々チェック!スロパチステーションで検索してね!いらっしゃいおはようございます。
暴走ゲートにぶつける。まさか死ね。チームラビッツ指示に従え。こっちこっち。また音馬くんがナンパしました。違うか。いやーまた俺だけ。もうまさにクリリン状態や。もうなんで俺だけみたいな。本当にまたこれ強盗やっとく？もういいか強盗。あれ実録じゃないんですか？あれ実録だ。密着警察20じゃん。ありがとう。よいっす。いやー、とりあえず今から飯だな。飯食って仕事してセックスするか。セックス気持ちいい。いやー、こんな40代困るな。こんな40代。あれ40じゃないでしょ。60ぐらいじゃないの。ちょっと行き過ぎや。まあまあまあ、まだギリギリ40代。はあ、あ、すごい。何これ。
なにこれ。え、これ何。え、やばくない。え、山みたいになってるやん。大きすぎだろこれ。もうそういう年じゃないよ。ほらご飯もあれ。マジか。ほらご飯も氷山みたいな。日本昔話じゃないんだからこれ。やばいやんこれ。あのご飯ってここじゃない。何しそう昼から。来るぞ。あのご飯。なんでご飯一回戻ってたあれ。来た来た来た。はいやん、これいただきますか、じゃあいただきます。うんうん。あー、どうも。厳しいかもしれないですね、これ。もう厳しい。まあでも無理しない方がいいわ。まあ、キャベツだけ食っちゃえ。いやいやいや、これが一番多い。キャベツが辛いっていう。またキャベツだけいっちゃえよ。他残してもいいで。ちょっとこぼしすぎ。いや、俺もダメだ。あとこんだけ無理だ。うん。逆にこのあれ、味噌のこのスープだけ。これ無理でしょ。食ったもん全部出てくるわこれ。ああ罰金5000円か。払ってくしかねえな。いや、ごちそうさまでした。いや、もう今日喋ることないよ俺。マジプリでギャラクシーインパクトだったかなと、なんか覚醒して結構熱いの撮れたけどダメだわ。まあでライダーは見せ話ということでね、もう元気がありません。元気なのは本当に、本当に元気なのはもう本当に、はあ、俺の気持ちは元気ないわ。ちょっとこれ揉むと気持ちいいな。いや、ということでね、ちょっと俺からはね、ちょっと大して語ることもないんで、で、オンマくんがね、ちょっとすごいの出してきてるんで、まぁ、ちょっとオンマくんにバトンタッチします。まぁ、今回、まぁ、はちみつ氏とコラボ動画、第2弾を、まぁ、やらせていただいたんですけど、まぁ、今回はちょっと思ってよりも、なんかうまくいかなかった感じでした。で、まあ、まあ、はちみつ氏の方はちょっと撃沈という形になってしまったんですけど、まあ、私の方はなんとか、まあ、仮面ライダーとあと、まあ、マジプリの方で、まあ、なんとか、まあ、絵になるような動画をなんとか撮ることができました。まあ、ちょっと第3弾もあるんですけど、まあ、それに向けてまたちょっといろいろやっていきたいと思っておりますけど、第1弾第2弾なんかちょっと思うようにいかなかったのはちょっと悔いがありますわ本当に。まあ、第3弾になんとかつなげていけれるように、まあ、頑張っていきます。うん、まあマジェプリだけにね、僕もあれでさ、プリンスになりたいですわ本当に。面白くねえなー。
以上以上以上はい、ということでね、面白いこと言ってくれと、頼んだけどなかなか言ってくれないんだけれども、まあ、最後にね、ちょっと面白かったかどうかは別にしてね、一言言ってくれたんでね、まあとりあえず俺の方はね本当にクソみたいなあれだったけど、一応オンマ君の方はね、ライダー全回転とマジプリ次回予告2発、幻の2発目ね、があったんで、まあ絵になったかなということで、まあよくやってくれたなと、さすが強運の持ち主だなということで、まあ第2弾、まあ第1弾よりかは良かったかなっていう感じで、第3弾に向けてね、また全身全霊でね、いい相撲を取って一番一番頑張っていきますのでね、また第3弾まで、首を長くしてね、待っていてください。はい、以上、それでは磯丸の成り上がり街道録でした。スラバチステーション、面白ライター動画、パチンコスラット2ちゃんまとめ、解析攻略情報全部アプリ一つで楽々チェック。